でかい。はい。昇竜拳。どうしよう。相手はジュリ。さあどういう戦い方をしてくることなんでしょうか。とりあえず波動拳で一旦様子見か。はっ。よいしょ。うわ、いけ。投げ通らない。はっ。扇風客も刺さりますよ。投げるぜ。いやいいねこの投げ前。今の差し返ししたいよね。なあ、行きせ。当たんねえか。昇竜拳出ますよ。中段取ってください。よーし、でかい。ここは弱竜巻きで締めて。お、投げる。中段。いやー。うっ、危なかったー。いや絶対最後中段通るだろうと思って甘えたら見事にジャスパされたけど、さあ今度は甘えた。刀剣に飛びがは通されましたが、こういうのは、はっ、ん、届かなかった。これは大丈夫だね。あえて投げちゃうぜ後ろにね。うーわー、シックセン。これはここまで繋がっちゃう。痛いね。いやー、そろそろ差し返しをちゃんとしたいよね。終わったでしょ。下段からも減りますよ。さっきは中段ばっか見せてたからな。おりゃー、おいー、このコンボだったら小足からも5000ダメージ突破だったかな。めちゃめちゃ減るぜ。やっぱりラッシュのタク通せるのはでかいね。しかしここから油断せずに行こう。差し返し頑張りたいな、そろそろな。はっ、長っ。はっ、結構やっぱたまに困ってくれてるっぽいっすね。破傷撃、なるほどね。打撃たくいけそうだな。よいしょ。ほっ、はっ、でかい。ペチペチ投げる。もっかい投げる。そして投げ取らない。はい、集中。いやー、今昇竜出ればかってんのに危ない。ふう、こういう時の電陣波動拳も優秀ですよね。急に速い球がポンって出てくるからね。ダウンも取れるので一石二鳥。それは倒産。そう簡単には倒さないよ。うん、ガッツポーズやめてね、タカシ。あー、やっちゃった。投げはきついよ。ふう、暴れられない。危なかった今の。痛い。こういうのは痛い。投げる。まだあるよ。うわー、でかい。はい、ありがとうございました。ドーン、危ねえ。いや最後は必殺技よ。おいしょー、中竜巻締めの後のインパクトは飛べない。キーワードです、覚えておいてください。よーし、この冷凍体でもね、インパクト通るときはほんと通りますんでね。まあ最後のね、切り札として温めておきましょう。いやー、やっぱりインパクトが急に火吹いたなー。そして中竜巻締めの後のそのインパクトが飛べないっていうのがね、やっぱりなかなか優秀だなと、思いました。よーし。はい。というわけで、本日の動画は以上となります。最後まで、ご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか、コメントいただけると大変助かります。そして、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。中竜巻、そしてインパクト、覚えておいてな。超えていけばいい。どんな